オリコンニュースをご覧の皆さん、電子バトです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで、ついにファイナル出場が決定したということで、よかった。まず良かったんですけど、今の気持ちということなんですけど、どうですか？本当に良かったな、お前は。本当に良かった。お前、本当に良かった。いや、まあ、俺も良かったし、本当に良かったな、お前ら。いや、俺らがというか、いや、まあ、なんでかっていうと、その準決勝ね、はい、この前行われたんですけども、はい、そう本当になんかネタの、なんかこう一番、まあ、大事なところというか、もうそのこっから盛り上がっていくぞみたいな、はい、こうところで、うん、こう山田がこうむちゃくちゃ噛んで、うん、そうそう僕山田って言うんですけど、はい、ビート刻んでる、なんかドラムたたいてる、それはなんかもうずっとやってきたネタではあって、なんか直前に僕がそこのセリフを直前のネタ合わせで間違えて言った言い方が間違えちゃったと思ったら、だんだんこだまが、いや、そっちの言い方の方が面白いなみたいなの言ってきて、で僕は直前でその言い方に変えたんですよ。だからこれ正直しょうがないから、本当良かったなお前だってことだ。全然違う。お前じゃん。いやまあそう。しかもなんかカッコつけて、その、いや直前の俺のミスでなんか笑いでかくなることあるよなって言って、お前。決勝もお前次第。お前次第。お前がドラム持ってくるか持ってこないか。いやまあそっか。ちょっとドラムだけ叩かないように、もうちょっと整えていきたいと思います。次、優勝賞金100万円どう使う？分け前はということですけど。はい。分け前はまあ普通に100万は買う、うん、そうですね。33くらい、うん、え、もう俺は決めてていい？あ、まあ俺も決まってる。俺も別に流れで決まる。マジで、うん、俺は、うん、まあ、野球が大好きなんで、うん、そのバックネット裏で試合見に行こうかなという。うーわ、めっちゃいい。めっちゃいい。そのいい、ちょっと贅沢。お前いいじゃん、いいじゃん。めっちゃいいじゃん、お前いいじゃん。普通にめっちゃいい。ちこれ本当にいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。そう、これはバックネット裏の巨人ファンなんで、うん、巨人戦見に行こうかなって思う。うわー、じゃあ俺なんか今考えてたんだけど、なんかやめようかな。恥ずかしくなってた。恥ずかしい。お前いいの言うから。あ、これめっちゃいい。やめようかな。いや全然思ってたやつ。いやまあ俺はもう33万でこう仲間たちと旅行行って、うん、曲作る。いやバットホップじゃねえかお前。バットホップ。じゃあ俺マジで全く同じことしよう。えぐい。俺は、俺マジで33万地元にばらまいて地元あげますってよ。バットホップじゃん。俺バットホップじゃん。え、俺マジバットホップなんだよ。俺は本当に東京ドームバックネット裏で、バットホップみたいに聞こえてる。バックネット裏で言うのだけ決まってます。はい、これもずっと、うん、てるのは、僕は、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんさん、言ってますね、これずっと言ってます。トンネル、はい、もうずっと言ってます。はい、もう僕はカモメンタルさん、はい、はい、まあ、結構バラバラなんですけど、まあ、一応これは、うん、そうですね、最初から、うん、俺は、だから、NHK のライブ人生に捧げるコントという番組が、うん、小学生から今まで唯一見続けてる番組なんで、うっちゃんですね、理由は。あ、まあ僕はだからもう本当に多分中学校、僕らが中学校ぐらいにやってたキングオブコントが、うん、多分そのドンピシャ、やっぱカモメンタルさんとかこうバイキングさんあたりの、はい、キングオブコントで、やっぱなんかその印象がやっぱり一番強くて、なんかそのキングオブコントといえばというなんかイメージがついてて、はい、やっぱコント師としてはカモメンタルさん大好きですね。僕はもう本当に人をプールに落とすとか、まあ、暴力とか、ね、基本的にまあ暴力が軸にあるんで、僕の中にはダメだよ。もう本当暴力で飯を食っていきたい。食えないよ。もうそれだけで始めました。お笑いしかないから。飲めながらそんな。お笑いしかないよな。暴力だけで飯食いたい。でも、うん、そしたらもうお笑いしかないんですよ。そうそう。あ、俺とガクソは全然近づいてないな、多分。だからもう近づいてるかどうか分かんないっていう感じで、まだ見えてないけど、それこそカモメンタルさんって言ったら大さんが、いや審査員でね、うん、決勝ますから、いやー、
そのやっぱ結構辛口というかコントに厳しいイメージもありますから、まあでも全然厳しい意見をいただきたいという気持ちもありつつ、まあ、決勝楽しみにしたいと思います、はいはい、ということでファイナルの意気込みということですけど、もちろん優勝を目指して頑張りたいと思います、はい、レッツワード行くぜ、行くぞ行くぞ